で、ワイルドアンセムやって、まだ続くんだよね、アンセムね。やるんだよね。OK! 行きたいと思います。大丈夫です。これは全然大丈夫。うん。映像ソングばっかりですね。自分の持ち曲だからね。はい。でもアンセムの曲をね、この間アンセムの35周年ってあって歌ってきたんだけれども、俺やっぱこういうところで歌うの好き。いや、本当そう。自由じゃない。だからなんかちょっとさ、ちょっと メタルっぽくないし、動きがなんか。しまいね、こんなになって歌ったりはしませんからね。じゃあ行きたいと思います。ギターのアームから言っていただけると雰囲気出るんじゃないかと思います。グオーンって感じで。OK! バーン!Bye.
よくこんなにシャウトするなって自分でも思いますよ先輩シャウトすごいっすね。なんかね、すり込まれちゃってるみたいよ、カーンっていう音がもうね、日本でも指折りのシャウトだと思ってるんですよ、僕も。バンド人生結構長いんですけども。ありがとうございます。もう今日はもう近くで聴けて幸せです。いやいやいや、だって16歳から同じことばっかりやってるから16歳の時からさ、ヤンギランの聴いてさ、あーっていうのすごいなと思って、お風呂場でずっと練習してた。だからスタジオ入ったら全然出なくて、家で小さい子でハーってやって出るから、でバンドをやったら全然できないから、初めて組んだバンドやめさせてくださいってやめちゃったのそう。だけどね、永続戻ってきてって言われてバンドやるようになったの。ダメな子だったんだね次何？